チェシン広告クシエスキセンスキー TNSKA 内ゼトビヘキソクトゥームテスケンチェシン広告内して支援広告はーチシロンスクのチェシンを首都とする独立広告でシロンスク広告軍の一つ広告はシロンスク南東部のチェシンシレジアに位置していた広告は1281年封建的分裂状態に陥っていたポーランド王国から分立し 1290年により、ピャスト家のシロンスク諸公の統治を受けた。チェシン公国からは、オシフィエンチム公国や、ザトル公国のような小規模な公国が何度も分立していった。1327年、チェシン公家ジミエシュ一世は、ボヘミア王与反本力センブルクに侵入した。これにより、公国は、法的には、ボヘミア王官僚の自治的な報道となった。 ヤスト家の統治者たちは何度か広告以外の地域を領有したこともあった。シェビエシュ広告やグーグフ広告の半分、ビトム広告の一部などである。1431年にボレスワフ一世が死ぬと広告では皇妃、エウフェミアと4人の息子の共同統治が開始された。百四十二年には広告は四兄弟の間で分割されたため、兄弟全員が公式には チェシンの公爵となったが、実際の統治者は、ボレスワフ二世と、プシセミスワフ二世で、公者は1452年のボレスワフの死後に、単独の統治者となった。バツワフ三世、アダムの統治期、公国は、君神信教一致の原則に従って、プロテスタント国家となったが、その後継者、アダム・バーツワフは、大制宗教をカトリックに戻した。1653年、 ピアスト家最後の統治者だったエルジュビエタル・クレツヤが死ぬと、公国は、ハプスブルク家の支配するボヘミア王国に併合された。18世紀初め、神聖ローマ皇帝カール6世は同盟関係を築くため、サボイア公国に、モンフェラート公国を譲渡し、同国を、母方の祖母エレオノーラ・マグダレナ・ゴンザーガの、血統的権利から相続するはずだったいとこの、ロレーヌ公レオポルトに、 チェシンを保証として与えた。レオポルトの死後は、その息子で、カール6世の娘、マリア・テレジアの夫である皇帝フランツ一世が、相続した。シロンスクの大部分は1742年の第一次、シュレージエン戦争の結果プロイセン王国に併合されたが、チェシンは、オーストリア領、シュレージエンに泊まった。フランツ一世は、チェシンを、 娘のマリア・クリスティーナとその夫のザクセン公子、アルベルト・カジミールに相続させたため、夫妻は、ザクセンテッシェン公爵夫妻と呼ばれた。アルベルトとマリア・クリスティーナには、実子がなかったため、家父となったアルベルトが死ぬと、広国は、夫妻が、養子に迎えたマリア・クリスティーナのオイカールが相続し、ハプスブルク・ロートリンゲン家の分家である、新しいチェシンクゲが成立した。チェシン校の称号は、 カールの長男アルブレヒトに引き継がれ、1895年からは、そのオいフリードリヒが名乗った。チェシン公国は1804年に、オーストリア帝国の一部となった。第一次世界大戦が終結すると、ポーランドやチェコが民族国家を成立させ、公国は1920年7月に開催されたスパ会議の結果、ポーランド第二共和国とチェコスロバキアとの間で分割された。 オーストリア・ハンガリー帝国政府が1910年に行った国勢調査では、広告は43万4千人の住民を抱えており、うちポーランド語話者が23万4千人、チェコ語話者が11万6千人、ドイツ語話者が7万7千人、その他が7千人であった。チェシン広告のポーランド語の地図、20世紀ヨハンホマンによる1746年制作の チェッシン広告の地図シロンスクヴァスト家ハプスブルク家、ロレーヌ家、ハプスブルクロートリンゲン家。ありがとうございます。